皆さんこんにちは。最近ですね、日本語で感謝を述べる時の表現、そして感謝をされた時の返答の方法についての動画を投稿しましたが、今回は日本語で謝る時の表現についてお話をしていきたいと思います。皆さんは日本語で謝ると言ったらどんな表現を思い浮かべるでしょうか？おそらくごめんなさい、すみません、まあこんな感じなんじゃないでしょうか。今回はですね、その中でもおそらく有名なごめんなさい、こちらの表現についてお話をしていきます。正直に言いますと、このごめんなさいという表現、私は非常に危険なリスクのある表現だと思っております。あまり僕は使わない方がいいんじゃないかなと感じております。まあおそらくですね、人によってその感じ方というのは差があると思いますので、日本人でも全くそんなことはないとか、いやすみませんよりごめんなさいの方がいいよという方もいるかもしれませんが、私はですね、少しでも嫌だと思う人がいるような表現はできる限り使わないで、全員が問題ないと感じる表現を使っていった方が安全だと思っております。なのでですね、今回の動画の内容については皆さんもですね、一意見として見ていただければなと思っております。それでは早速始めていきたいと思います。では私がなぜこのごめんなさいというのが、危険な表現だと考えているのか、このですね、一番大きなポイントというのが、このごめんなさいという表現は許してくださいというニュアンスが含まれるということなんです。ごめんなさいという表現、後半をよく見てみてください。なさいと書いてますね。これは相手に対して丁寧に命令をする表現なんです。つまりごめんなさいというのは謝罪の思いを伝えると同時に、相手に対して今回の自分の行動を許してほしいとお願いをしている。言い方を変えれば、少し自分本位な表現とも解釈できるかもしれないということなんです。例えばビジネスにおいて、こちらが大きなミスを犯してしまい、お客様に迷惑をかけてしまった、ご不便をおかけしてしまった、こういった時にこちらが許してくださいというのは、皆さんいかがでしょうか？あまり適切ではないんじゃないかと思います。このようにビジネスなどフォーマルな場面においては、ごめんなさいという表現は失礼だと捉えられる可能性があるということなんです。ただですね、許してくださいと言っても問題ないだろうというような関係であれば、使ってもいいということになるわけなんですけれども、じゃあ友達に対してごめんなさいと言ったら、逆にですね、ちょっと硬い印象になってしまうと僕は思っています。なぜなら後半のなさいというところですね、これが丁寧な依頼になるので、友達や家族に対して丁寧に何々なさいと依頼をするのはちょっと硬いかなと思うんですよね。何が言いたいかというと、このごめんなさいという表現はフォーマルな場で使ったら失礼だと思われるリスクがあるし、友達や家族に対して使ったらちょっと硬すぎるかなと思われてしまうリスクがあるって考えると、ごめんなさいってあんまり使わない方がいいんじゃないっていうふうに私は考えているということなんです。正直ですね、私はこのごめんなさいという表現を最後に使ったのがいつか思い出せないぐらい、長い間使っていないわけなんですけれども、実際にですね、日常生活で全くごめんなさいという表現が聞かれないかというと、そんなことはないかなと思います。私が考える個人的にごめんなさいがよく使われてるなぁと思う場面は2つありまして、まず1つ目が電車だったりバスの中で間違って相手の人にぶつかっちゃった時とかですね。この時はですね、すいませんという人も多いですけど、ごめんなさいっていう人も結構多い気がします。
まあ確かに、別に相手を攻撃しようと思ってぶつかったわけではないので、まあ偶然なってしまったわけですよね。まあ相手が大怪我をしていない場合は、まあ基本的には許してもらえると普通考える場面だと思います。なので、ごめんなさいと言っても基本的に違和感がないんじゃないかなと思います。そしてもう一つがですね、誘いを断るときですね。相手から誘われてるわけですから、こっち側には拒否をする権利が基本的にはあるはずです。ですからその拒否をするという行為に対して相手が許さないということはほぼないんじゃないかなと思いますね。おそらく最もよく使われるというイメージがあるのは告白された時の、拒否の表現ですね。告白された時に、ごめんなさいというのは、まあ定番といいますか、まあここに関してはおそらくごめんなさいが一番、使われている場面だと思います。ここまでですね、ごめんなさいというのはリスクがありますよという話をしてきましたが、じゃあ何を言えばいいんですかという質問が、飛んでくると思います。なのでですね、ここからはじゃあごめんなさい以外で何って言ったらいいんですかという話をしていきたいと思います。結論ですね、私はごめん、すみません、申し訳ございません、または申し訳ありません、この3つをですね使い分ければ良いんじゃないかなと思っております。まずごめんはごめんなさいのなさいがなくなった形ですよね。つまりごめんなさいよりさらにフォーマルな感じがなくなっているということになります。つまりこれは友達や家族に対して何か簡単な謝罪をするときに使える表現ということになります。ただ友達や家族に対してもちょっと相当まずいことをしてしまったとなった場合は、ここはそれよりももう一つ上のすみませんを使っていくと良いでしょう。そしてすみませんというのはビジネスの場面でも使われます。お客様だったり大きなミスをしてしまった時以外であれば、すみませんで基本的に問題ないと思います。そしてお客様に対して何か、迷惑をかけてしまった場合、もしくは自分の会社の中であっても本当に大きなミスを犯してしまった場合、こういった場合は申し訳ございません、申し訳ありませんを使うと良いでしょう。この申し訳ございませんとありませんの違いについては、まあおそらく申し訳ございませんの方がより、謝罪の度合いというのが、まあ、上がるんじゃないかなと私は思っております。この3つをですね、フォーマルな度合い、そして失敗の重大さに合わせて使い分けていくというのが私は一番良いと考えております。はい、それでは今回の内容は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。